どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、前回の動画でギターをね、所有ギターを全部弾いたんですけども、でね、アンプはこの3ワットのブラックスターで弾いてたんですよ。やっぱ楽しいなーってこう弾いてるうちに、あれ、なんか音が気になるなと思って、よーくこう聞きながら弾いてたら、音と一緒にジージーっていうなんか音が聞こえるんですよ。わかりますかね。なんかそれが気になりだしちゃって、こう特にね、和音を弾いてる時に、ジージーって聞こえてくるのが気になりだしてきちゃって、もうこれ何年経つかな、6、7年かな、6、7年経ってると思うんですよ、買ってから。なので私、小川智成、今からアンプ探しの旅に出ようと思います。さてさて、旅に出たわけなんですけれども、アンプって最近だとヤマハの THR とか、なんだっけ、いろいろとオーディオインターフェースとかもね、内蔵されてたり、エフェクト内蔵されたモデリング系のアンプが主流になってますが、なんかもうちょっとね、面白いアンプないかなと思って、今日はリサイクルショップとか回ってみようと思います。まあもう何もなかったらヤマハの THR とか、あと何があったかな、ソリッドなんとかっていうところのやつとかね、ちょっと名前忘れちゃったな。あと同じブラックスターでもちっちゃいミニアンプも出てたし、まあ、選択肢いろいろあるんでね、安牌は置いといて、なんかちょっと面白いのは探しに行きたいと思います。ではでは、行ってきます。今ね、2軒リサイクルショップ回ってきたんですけど、ちょっとね、面白いのなかったですね。安いのいっぱいあったんですけどね、8000円のフェンダージャパンのアンプは面白そうでしたけどね、ちょっとでかかったです。なのでもうちょっといろいろネットで見たりして検討してみたいと思います。じゃあお家帰ります。なんか話したいことだ。そう、何、ちょっとアンプ買いました。これ行こうと思うんだけど。うん、行けばいいじゃん。ちっちゃいの？大きいものが部屋に増えるのが嫌なんですけど、それだけ。ポジティブグリッドスパークってリターンプなんだけど、何センチかける何センチかける何センチ、それだけなんだけど、まあいいですけどね、どうかな、自分の部屋があるか。350、35センチ、でけえな。あれだね、18センチ、19センチ、でかいね、まんまでかいやないです。いいんじゃない、階段。いやでも本当、どうせ買うんだったらさ、うん、ずっと使うものだし、うん、仕事のものだし、いいやつ買ったらいいと思うよ。ボーナス入ったしそういうことで、うん、言っちゃってください。後ほど。これ買っちゃおう、買っちゃいます、うん。アンプって何？そこから。アンプってギターアンプ。なんかさ、
そのよくわかんないんだけど、音を大きくするってこと？そう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 。それだけ？うん。なんか音を変えるというのは違うやつだよね。まあね、全部入ってるのこれ。あ、これも入ってるの。うん。うん、じゃあ変えたりもできる。そう。エフェクターも入ってるし。あ、そうそう、エフェクターが変えるの。うん、エフェクターも入ってるし、うん、しかもこれあの、なんだっけ、iPhone とか、うん、iPad とかと連携させて、スピーカーにもなるの？あ、もちろんスピーカーにもなるし、うん、Bluetooth スピーカーにもなるし、え、じゃあいいじゃんね。あ、じゃあキャンプ持っていく？でけえっつってな。でもそれをこれ、しょえるようになってんの。あ、そうなの？うん。でもって、あの、iPhone とかと連携すると、うん、バッキングとかカラオケ、うん、とかダウンロードできて、うん、カラオケと一緒に曲が弾けたり、うん、カラオケってあれ？うん。歌マイクで入ってるやつでしょ？そうそうそう。そういうやつ。そういうやつのことだよ。そうだよね。というわけで。じゃあポチッといきます。